こんにちは、柳田理香の1日1科学。食べ物にも寿命はあります。長く置いておくと腐ったり、空気や高い気温や太陽の光で美味しくなくなってしまうことがあるからです。食べ物の寿命には消費期限と賞味期限があります。消費期限というのは、その日までだったら安全に食べられますよという意味で、お刺身やケーキなど腐りやすいものにつけられます。賞味期限は、その日までだったら美味しく食べられますという意味で、カップラーメンやクッキーなど保存の効くものにつけられます。すると、賞味期限を過ぎたクッキーなどは美味しくないだけで食べてもいいのでしょうか。理屈の上ではそういうことになりますが、安全のために僕は食べない方がいいと思います。そしてお菓子には別の意味で寿命がとっても短いものがあります。それはアイスクリームやソフトクリームやかき氷です。早く食べないと溶けてしまいます。今日の1日1価格、消費期限は安全に食べられる期限。食べ物は安全で美味しいうちに食べたいですね。また明日。